はい、6月町にある炎天寺来ました。ちょっと何回も来てますけどね、ちょっとまた立ち寄りましたんで行きたいと思います。雨の、あいにくの雨ですけどね。炎天寺のこと書いてあるんでまた見ておいてください。止めてですね。では失礼します。雨の静かな炎天寺ですね。カエルですね。炎天寺はですね、有名なカエルのちょっとですね、綺麗な痩せガエル負けるな一茶これにありですね。なんかいますね。このしだれ桜、一茶祭りの50周年記念として植えられたと。まだ全然咲いてないですね、しだれ桜。小林一茶城ですね。小林一茶城です。弘法大師ですね、これは。弘法大師とカエルです。福ガエル。なでて福を授かるべしと。ちょっとお願いだ。今回福あってくれい。カエルですね。これ小林一茶の歴史がちょっと字が小さいですけども載ってますので、後でですね拡大してこんな感じで皆さんですね見てみてくださいませ。はい、年表です。これは本堂ですね。いろんなですね、区がありますけど、やっぱりここですね。相撲取ってますからね、でかい力士みたいなのと、小錦みたいなのとね、ちっちゃい小兵力士が戦ってるようなイメージですけども。はい、ここが印象的ですね、ほんと。はい、どうもありがとうございました。炎天寺でございました。